さて、ふるさとウィッシュ、今週は大木町と広川町の魅力をお届けしていきます。はい、町の魅力を知る近道は、その町の人とお友達になることということで、うん、こちら、友達100人できるかなのコーナーです。今回から、なべさんが復活です。一体どんな出会いがあったんでしょうか。ハロー、Thank you, thank you, thank you! ごめんなさい。イギリスから帰ってきたばっかりで英語は抜けなくてすみません。ブリテンズゴッドタレント帰国一発目、伺ったのは久留米市、八女市などに隣接する広川町。工場が集まっている工業団地が特徴で、多くの企業が進出しています。周り見渡してください。ファクトリー、ファクトリー、ファクトリー、早速レッツゴー。大きい声出してるだけ。工場がありながら自然があったりね。こんにちは。どうもどうも。あれ、何ですか、何ですか。ノベちゃん、あら、してくださって嬉しい。励みになります。やばい。まず出会ったのは、広川町の公園に遊びに来た南田ファミリー。あ、元気ですね。ずっと走り回ってます。あ、やっぱり、うん、今日はしかも平日なんで貸し切りで。貸し切りでね。つむぎちゃん3歳、週に3回は行くほど公園好きですが、トラックドライバーで不規則な生活を送るパパとはなかなか行けない日々。パパとの半年ぶりの公演、終始べったり。嬉しいね。あー、いいね、素敵な絵。これを10分間お送りしてもいいぐらい微笑ましいですね。乗ってくれる？あれ、一緒に。あ、やった、いい、乗って、わ、いいと、うぃほら、あ、ちょっと、うわ、あ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、よし、よし、よし、よいしょ。楽しかった？楽しくなかったんかい。世界の鍋とはいえ、遊び相手はパパ一択。はい、チーズ。はい、ありがとう、ありがとう。あら、すごい立派な石像。そうそう、すごっ、石像すごっ、おーい、いっぱいある。突如現れた多くの石像。また気になる人がね、急に変わりましたね。友達100人できるからっていうコーナーで。あ、本当ですか、ありがとうございます。あ、そこまで、いや、あ、どうもどうも。ここは、ご自身様向けの仏具を取り扱っている会社です。あ、そこなんですね。仏像や仏具の製作修理をしている会社、七福商事。創業40年、広川町から全国各地に届けています。とんでもないでかいケース、いきます。うわ、でか、でか、音、うわ、慣れてますね。全然びっくりしないじゃないですか。びっくりしました、逆に。めちゃくちゃびっくりする音よ。この会社で18年働いている平井さん、彩色師という色付けをする職人です。最初からそんな手際よくできたわけじゃないですよね。細かいわ。くしゃみできないですね。確かに。とんでもない作業だ。そうなんだ。繊細だ。お休みなんですか。登山とかをよくします。100は超えてるとは思います。うわ、すごい。細かい作業いつもされてるから、こう山登って大開放して。そうですね。近いとこ見るから。趣味も教えてもらったところで。よろしくお願いします。あら、ありがとうございます。やった。よっしゃ。レイさん。インスタ見てます。え、本当ですか。え、ちょっと、今今朝も見ました。はい、あのシャンプーでただただ流されてるところ動画、はい、
しっかり見てくださってるわ。ファンから友達ということで、はい、今後ともよろしくお願いします。あ、すごい住宅街が今度は椅子むちゃくちゃいいじゃないですか。あの家ハンモックとかあったりして、でここの景色見れるんでしょ、ハンモックで。理想よあれ。あれ今これまだ作ってんのかな。今絶賛建築中ですか。そうですよ、工事中です。いや、あの珍しくないですか、まだできてないのにハンモックすでにできてるって。そうですね、あのここはあの店舗兼住宅の予定でですね、あの住居部分だけちょっと先にお引き渡しして、はあ、でも実際住んであるんですけど、はあ、今ちょっと留守してあるんですけど。あ、留守ですか。そうです。素敵なご夫婦や。ありがとうございます。こちらが牛島さんファミリー。広川町出身の奥様がおばあちゃんから譲り受けた土地に店舗兼住宅を建てました。どうぞお邪魔します。中を見せてもらうと、うわー、開放感ある。これ家できたのはいつですか。5日ぐらい前。5日前、はいはい、できた。ラッキーでした僕。じゃあ先週来てたら入れなかったですよね、はいはい。来た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 、おお、すげえ。遮るもんがないこの広川ならではの景色。ちょっといいね。あの思ったよりだいぶ低いですけど、ごめんなさい、多分子供たちようなんでしょうね。なるほどなるほど。皆さん背も高いですから。そうですか。店舗はお菓子のお店ということですが、まだ建設中なので。おすすめは何ですか。おすすめはあのフルーツタルトになってます。フルーツ、これですか。はい、そうです。わあ、美味しそう。じゃあ1個包んでもらっていいですか。ありがとうございます。ね、こんな感じで営業予定、オープンは来月末を目指しています。パティシエとして働いてきた経験を生かし挑戦したいと、奥様の千秋さんが開店を決意しました。広川町でずっと育ってきたので、うん、おじいちゃんがもともとブドウ農家っていうこともあって、うん、そういう地元のフルーツを使ったお菓子を地元でできたらいいかなと思っての、うん、広川町はいちごの生産量が県内トップクラスを誇るなど、一年中フルーツが取れる名産地。そんなフルーツをタルトにします。おー、だいぶできてきたね。うん、美味しそう、いい感じかな。めっちゃ美味しそう。もともと幼稚園からの一緒で幼馴染で、まあ、学校はちょっと離れたんですけど、そこから社会人になってたまたま僕役員で勤めてるんですけど、そこですれ違って、でそこからまた連絡取るようになって、なんかあのエスカレーター、あの役員機のエスカレーターのこうすれ違ってました、エスカレーターです。エスカレーターですれ違った、おーってことはパパとママの出会いはそうなんだ。ラブストーリーが突然にが可愛いですね。再会を果たすと二人は見事ゴールイン。結婚7年目、娘の小学校入学を機に今しかないとお店をオープン。店の名はナチュリ。自然のものを使い体に優しいお菓子をとナチュラルから名付けましたが、たまたまお子さん3人の頭文字にもなり、とても気に入っているんだそう。地元に根付いたお菓子屋さんにしていきたいんですけど、ここから全国各地に広川町をお届けできるようなっていうお菓子屋さんになっていけばいいかなと思います。ありがとうございます。やった、幸せ夫婦と友達になりました。チーズありがとうございます。頑張ってください、オープンまで。はい、ありがとうございます。
うわ、ね、いいですね、あの地元のフルーツを使った感じ、うん、いいっすね、これからできるってことですもん ね、 これからいつオープンなんだろう、ねね、オープン楽しみ、実家帰るとき行きます。行ってください、ね、このご夫婦に会いに行きたくなりますよ ね、 ね、夫婦が推しですもんね、もうね、本当推しの夫婦になりました、ね、ドラマのような、ね、再会されてましたけれども、いやすごいかっこいいな、ちょっと一番の財津さんのエアリポートみたいな展開ありましたけどね。ありましたね、ちょっと謎でしたけど、ね、何だったんでしょうね、あの時間はね、楽しみですね、でも来月末オープンです、もうすぐですね、ちょっとだ、はい、オープンが楽しみですね、わかりました、行きます、はい、ぜひ行ってください、お友達になってくださった皆さんありがとうございました。